を作って新しい振り付けでみんな頑張って毎日難しい踊りを練習しました。今日はその成果を存分に発揮したいと思いますので皆さん応援よろしくお願いします。またうちの施設の中でパンを焼いているところがありまして入り口のところで今日パンの販売をしておりますので、皆さんお帰りには必ずパンを2つ以上買ってお帰りください。よろしくお願いします。